ありがとうございます。リズミカルな方がオリジン、そして今聴いていただいた曲が深呼吸という曲でした。今日ね、いっぱい歌いたいなと思っていっぱい準備してきたつもりだったんですけれども、ワシャシャシャッと歌ってしまったもんで、意外とコンパクトに時間が最後の1曲となります。の前にせっかくちょっとお時間ちょっとだけまだあるのでお知らせがありまして、さっきも言いましたように今日、今販売させていただいている CD アイテムいろいろ持ってきております。
カエルの歌というアルバムもありますし、あとライブ会場の時だけ手売りっていうミニアルバムのシリーズがあって、それはもう手作りで作るっていうコンセプトで作っているミニアルバムがあるんですが、それも持ってきております。あと私長いこと POR という名前のユニットで活動してたんですが、その POR 時代の音源なんかもまたちょっと持ってきてたりもしますので、今日1曲目に歌ったワタツとかルリラ、ルリラは入ってないか、で最後に今歌おうと思っている路線の、原曲なんかも入っている、CD なので、もしよかったら後ほどお手に取ってみてください。そして、先ほど始まる前に私が皆様の元にお配りさせていただいたフライヤー、もしくは女性のスタッフの方が配ってくれて受け取ってくださった方もいらっしゃると思うんですが、私の人となりと、そして今後の予定なんかを書いたフライヤーを作りました。もしまだ持ってないわって方で、ちょっと気になるぞって方は、後ほど CD の、販売させていただくところにフライヤー置いてあると思うので、フライヤーだけでもいいです、ぜひ取って書いてやってください。7月、来月は15日の日曜日に、西区の方にありますリボルバーというイベントスペースの方で、ライブイベントを参加いたします。何でも東京から河野亮さんというウルルン滞在期のエンディングを歌われたこともあるという方が札幌に遠征にいらっしゃるという機会に私がご一緒させていただくという予定もあります。また2ヶ月に一遍偶数月はコトニのラジオ&レコーズというカフェバーでワンマンライブもやっておりまして、次は8月10日8時から9時に1時間と予定してますので、そちらももしご予定ありましたら、お酒飲みがてらまた桃井の曲を聴きに来てもらえたら嬉しいなと思っております。では長い時間ですか短い時間ですか、皆さんにはどう伝わったか分かりませんが、お付き合いありがとうございました。最後に路線という曲をお届けしようと思います。
ありがとうございました。桃井ひとみでした。